介していきます。金魚とスーパーボールのちっちゃいですねは、1点です。はい、いいですか。はい、でスーパーボールの中くらいの大きさ、この辺だね。はい、中くらいの大きさは5点で、大きいのは10点ね。そう、大きいのはね、そういうのとかね。マジで豪快に行くわ、ね、真ん中。おー、すごいすごい。あ、危ないよ。うわすごすごすごいすごいすごい。変身テープ、プレゼント、 YouTube。 変身テープ、はーい、ゆるぐテープです。おもちゃの金魚とスーパーボールを、こちらに入れてお祭り屋さんごっこをして遊んでいきたいと思います。変身テープ、はい、ではこちらのプールにスーパーボールと金魚のおもちゃを入れてください。はい、お願いします。さあ、金魚とスーパーボールが入るぞ。お願いします。いいよ、いいじゃん、いくよ。はい、せーの。イエーイ。最後の一つ、さようならフリーザです。いや、すごいはい、ではルールの方を説明していきます。金魚とスーパーボールのちっちゃいですねは、1点です。はい、いいですか。はい、でスーパーボールの中くらいの大きさ、この辺だね。はい、中くらいの大きさは5点で、大きいのは10点ね。そう、大きいのはね、そういうのとかね。はい、いいですか。はい、はい、じゃあじゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。うぃー、ママが先攻後攻どちらがよろしいですか。まあ、様子見るから、後攻、うん、はい、じゃあゆるくんの先攻でスタートです。はい、はい、はい、それではゆるくんから1回戦よーいスタート。さあ、何色のポイを取るんだ。はい、黄色。黄色。はい、頑張ってね。よし。はい、破けたら終了ね。あ、ギブまでやろうかね。ギブまでね。もう取れないようで、はい、金魚一匹、とりあえず金魚。なんか下手くそになってないか、こいつ。おお、豪快だな。豪快にいきましたな。おお。おお、うまい、上手、すごいね。おお、上手。ああ、上向けそうだね、大丈夫。すごい、すごい、すごい、上手、上手、マジで。はい、はい、はい。はい、すごい。テンション高いの狙ってみたら。テンション高いの。5点とか。10点とかね。ママの罠に引っかかった。宝石はダメだよ。宝石とは言ってないから。はい、もうギブじゃないじゃん。大丈夫。頑張れ、頑張れ。まだ手前でいける。いけ。おお、いったいった。よしよしよし。おお、すごい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 。はい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 。めっちゃ取ってる。はい。すごい。あー、もうダメじゃない。見せて、こっちにポイを。うん、まだいけるの。もう無理だよ。いや、もう無理だって。あー、無理だね。はい、ゆりくん、1回戦何個ですか。あ、ちょっと待って、こちらに入れていきますか。はい、はい、さあ、楽しみだね。それではゆるくん、金魚何匹ゲットしましたか。金魚は11匹。はい、金魚を11匹ゲットで、スーパーボールは何個ゲットしましたか。スーパーボールは12個。はい、じ
じゃあ全部1点のやつなので合計点数は何点になりますか？23点。はい、ゆりくんは1回戦23点でした。はい、はい、ではママいきましょう。はい、はい、はい、それではママの番です。はーい、いくぞー、よーいスタート。さあ青のポイを取ったぞママは。金魚かな。はい、リクリク。お席になったら。やだ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 。金魚。上手だね。金魚。はい。緑の金魚にしよう。緑の金魚。上手ママ。黄色の金魚さん。はい。赤いのだ。すごい金魚ばっかり狙ってるねママね。いちゃん。ポリコかな。え？おお！やっぱでっかいのはダメだね。すごい難しいんだね。一気に破けた。ね、難しい。よいしょ。はい、すごい。か。はい、上手。すごいね。次行くのいいじゃん、宝石。10点でいいとこですね。うん、宝石は5点でしょ。あ、宝石ちっちゃいの。中くらい。中くらいなんだ。はい、上手。さすがだね。そこからがママ長いもんね。すごい。もう無理じゃない？おー、すごい。数えていきましょう。はい、はい、はい、それではママの、ゲットした金魚は 何匹ですか？13匹。はい、はい、でスーパーボールは何個ですか？6個。合計何点でしょうか？19点。はい、合計19点ということは1回戦はよりくんの勝ち。はい、ゆりくん、1回戦目はゆりくんの勝ちでした。はい、はい、2回戦目いきましょう。はい、はい、それでは2回戦、ゆりくんからのスタートです。はい、よーい、スタート。さあ、ありました。さあ、どっから狙っていくんだ。はい、金魚。おー、豪快にいきますね。上手上手。おお、豪快やね。マジで豪快にいくわ。ね、おお、すごい。すごい。あ、危ないよ。うわ、すごい。すごい。はい。うわ、すごい。めっちゃ取ってるこの人。おお。マジうまい。うわ、すごい。何？はい、粘っております。あー、もう無理じゃない？イシャンにはまだ早いんじゃない？それはほら、はい、終了。じゃあ取ったよ、ね、見せて。すごい。じゃあ数えていきましょう。はい、はい、それではゆりくん、ゆりくんがゲットした金魚の数は何匹ですか？まず金魚から、金魚を聞いてんだよ。金魚は何匹ですか？金魚は16匹。はい、金魚は16匹。スーパーボールは何個ゲットですか？スーパーボールは12。はい、スーパーボールは12個ゲット。はい、合計何点になりますか？28。はい、28点ですね。はい、では、ママ行きましょう。はい、はい、はい、それではママの番です。ママ頑張ってね、負けてるからね。はい、よーい、スタート。さあ、始まりました。頑張ってね。負けてるよ、ママ。ねー、負けてるよね。イシャン、知らん間に上手くなってんだよね。イ
ちゃんと違ってママは結構1匹ずつ2匹ずつ1匹2匹ずつって感じかな、うん、慎重派だよね。ここは5個ぐらいと6個ぐらい、はい、取ってたね。さあ今のところいい感じですよ。っていうか俺から見ると2人ともめっちゃうまいけどねすげえなとかってマジで思うけどね金魚しか取ってないじゃんいいじゃないか。さあクレーム入りましたいいじゃないか。ちょっと待ってちょっと待って。お兄さん、うわすごい、ラッシュ取れない金魚ばっかり取ってますか。え、今度はママいけんじゃない。すごい取ってるよ、すごい勢いで。わ上手、マジで。さすがにもう中くらいの5点とか狙わないんだね。うわすごいことになってる。ちょっと怖いもんね。金魚がね渋滞してるよ。すごい。すごい。すごい。あ逃げた。すごい。カットしよう。そして破れろ。ああ、これ破けちゃったね。これこっからだよ。こっからまあまあ強いの。わ、5点。わあ、すごい。すごい。わあ、すごい。すごい。ママが、ママ本気だよこれ。ああ、まだいけんのこれ。これはね、結構厳しいよ。これは結構厳しい。ああ、終了。負けた。ちょっと見せて。負けた。すごい。これめっちゃ取ってるね。はい、じゃあ数えていきましょう。はーい。はい。それではママの取った金魚の数は何匹ですか。30匹。はーい。ママ30匹ゲットです。すごいね。まるで金魚祭りだ。金魚祭りだね。渋滞してるよ金魚が。やばいね、これ生きてる金魚だったらかわいそうだよねはい、でスーパーボールは中くらいのを2個取ってたよね、うん、で、ちっちゃいのが6つ。合計何点ですか。ちっちゃいのね、7個だよ。あ、ちっちゃいの7個あんの、うん、ってことは17。はい、スーパーボールが17点、で、金魚が30匹で30点、合計47点ってことは2回戦目はママの勝ちです。はい、1回戦はいおりくんが勝ちました、はい、2回戦はママが勝ちました、はい、なので今同点です、はい、3回戦目で、勝敗を決めましょういきます、はい、いおりくんからのスタート、よーいスタート。マスターいおりだマスターいおりちょっと頑張れよな、頑張れよ。すごいでっかいの、やっちゃったやっちゃったね、いいじゃん。やっぱ難しいんだよ、でっかいのは。また行くの、まさかの。ほとんだよ、違うのやんなよ。はぁ、アホだよなぁ。動揺してる。もうダメなんじゃない、結構投げてるんじゃない、こいつ。金魚いっぱい。おお、こっからの、こっからのマスターより。ああああまだ早いんじゃない、マスターは。あーマスターそこ早いんだもん。おお、すごいじゃん。頑張るね。ああ先にね、やっぱ5点いったのが間違いだったね。いや、宝石がね、結構ゴツゴツしてるから破れやすいんだね。宝石はね。じゃあ宝石はさ、点数上げといた方がいいね。運がめっちゃ良くないとね、15点ぐらいでもいいかもしれない。これ、狙おう。そっからでもまだいけるのがすごいけどね、パパから結構もうすごいことになってるけどね、穴がもう取れないんじゃない、いいじゃん。取れるの、まあ枠にね、乗せないとね、取れない。おお。
ダメだね、今回は兄ちゃんね。はい。あれれれれ。はい、じゃあ数えていきましょう。はい、ゆりくんのゲットした金魚の数を教えてください。何匹ですか？金魚が5個。5個じゃない、5匹。5匹で、スーパーボールの数は何個ですか？すごい顔だなそれ。はい、金魚が5匹で、スーパーボールが4つ、5個、4個ね。はい、合計何点でしょうか？9点ね。はい、ひよりくんの合計点数は9点でした。もうこれママの勝ちだな。はい、それではママの番です。はい、用意スタート。よ、はい、始まりました。はい、2、すごい、3、はい、4、5、6、7、8、9、はい、はい、10、はい、これでママの勝ちが決定しました。さあ、ここからママの、独壇場ですね。スーパーマン、お、スーパーボール、あー、やっぱそこ行くとダメなんだね。結構きつかった、もう濡れてたからね。スーパーボール、ナイス。うわー、でもうママの勝ちだからね、10匹取ったから。そうだね。お、ダイヤモンド、ダイヤモンド攻撃しよう。周りにね、いろいろあると、いいぞ、ママをどんどん邪魔しろ。うわー、すごい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 、ダイヤモンド取ったぞ。やばめっちゃ今の奇跡で、こっから取るってすごいよ。もう一回いくの、ダイヤモンド攻撃。すごい上手ママ、すごい上手見て五輪銃タイプ、五輪銃してるね、はい、すごいママ上手だ、ほんと上手。どうしようかな、これ、ね、10点は絶対無理なの分かってるから、これ100点とかでいいんじゃない、もうね、このボコボコね、絶対無理でしょ、相当無理だよね。多分やってみる、うん、こう手間だったらまだね、攻撃して、これ取ったらマジすごいよ。さあ、いけるか？ああ、もうない、もうないね。はい、もう無理でした。あのデコボコ、やっぱこれ最強だね、これ。多分新品でも結構難しいでしょ。新品でも難しい。ボスだ、ボスだね、それね。これもでもね、多分重いから、うん、これとこれもね、うん、でっかいのはね、はい、ママの点数を数えていきましょう。おい、はい、はい、ママのゲットした金魚の数は何匹ですか？9匹。はい、ママのゲットした金魚の数は9匹。それで、スーパーボールの数は5点が2個と、そう、1点が1個で、11点だね。はい、合計20点だね。はい、はい、よりくんが先ほどの点数9点、ママが合計点数20点なので、3回戦目はママの勝利でした。まあね、さっきね、ちょっと一番最初にね、大きいの狙っちゃったからね、イーシャね。ね、狙っちゃったから。ちょっとイーシャに早かったね、でっかいのはね。あの空へ何度でも、あの空へ叶うまで。One time, ロックに言い訳ジョー。Two time, 悔やみと後悔ジョー。Take time, you can do if you don't stop, so be faithful.泣き言悲観をジョー Two times 心配と不安ジョー Take time You can do if you don't stop Yeah From right here Let's go! はい、ではゆりくん負けたので変顔
3秒いきましょう、罰ゲーム、はい、いきます、せーの、1、2、3、あ、だったっす、はい、ありがとう。はい、今回は、お祭りごっこだね、金魚すくいとスーパーボールすくいをやって遊びましたね。はい、楽しかったですか、ゆずくん。楽しかった。はい、楽しかったですね。はい、ママ楽しかったですか。楽しかったです。はい、次回もまた皆様、ゆずくん TV でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。わー、すごいです、それ。